レミガイアールはフランスのユーチューバーフランス、モンペリエ出身。レミガイアール公共の場で過激なパフォーマンスをすることで知られており、街中でオリンピック競技や行動でマリオカートの真似をしたり、サッカーボールを警察車両や空軍の施設に蹴り入れたり、走行中の自転車に当てたりするなど様々ないたずらをし、 その行為を動画共有サイトの YouTube で公開している。スポーツの公式試合に乱入することでも有名で、2002年5月にサッカークラブ FC ロリアンがフランスカップ決勝で勝利した際には選手の振りをしてピッチを駆け回りインタビューまで受けている。また、同年7月のバレーボール大会ではフランス代表選手に混じって国家戦勝し、 その姿がユーロスポーツで生中継された。その他、テニスの試合やボディビル大会などにも乱入している。1999年に友人といたずらを開始し、2001年に公式ウェブサイトを開設。2014年には初主演映画となる WTF が公開された。内容は過去のいたずらをまとめたドキュメンタリー的な作品となっている。 フランスでは若者を中心に絶大な人気を得ているが、上記からわかる通り数々の公共施設などで迷惑行為を行っている人物であるため、彼のことを快く思わない人も少なくない。ありがとうございます。